皆様、本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ヘッドマウントディスプレイです。 VR の。ふざけておりません。至って真剣です。本日は重大なお知らせをするためにここへやってまいりました。それでは発表させていただきます。この度、弊社ロート製薬とデジタルハーツが e スポーツにおいて協業することになりました。はい、デジタルハーツさんはとても素敵な会社です。わかりました。デジタルハーツさんはソフトウェアのテストサービスを提供している企業です。特にゲームソフトの不具合を見つけることが得意で、コアゲーマーを中心に8000人以上のテスターさんが在籍しています。そしてこのコアゲーマーの中から選抜したメンバーで e スポーツチームを発足していたり、なんと海外の有名 e スポーツ大会エボを日本で初めて誘致した実績もございます。はい、魂のぶつかり合い、そう考えています。失礼しました。 e スポーツとはエレクトリックスポーツの略で、ゲームをスポーツとして捉え勝敗を競う競技のことです。現在では様々なゲームタイトルの大会が世界中で行われています。ここ日本でも e スポーツの人気は急速に進んでいます。はい、ロート製薬としましては、私ネバセイココロを筆頭にとても頑張っていきたいと思っております。失礼しました。プロゲーマーの選手たちの健康面をサポートするため、ヘルスケア関連の商品、サービスを提供します。そしてですね、私たち YouTuber や選手が e スポーツの魅力をどんどん発信していきます。また、e スポーツは様々な子どもたちの新たな可能性を広げる力があると考えており、例えば職業体験の場の提供などを通じて、その助けになりたいと思っております。はい、とてもいい質問ですね。私自身ゲームが大好きで、日頃からよくプレイさせていただいております。そういった点から考えますと、今後は公式 YouTuber ネバセイココロとしてだけでなく、公式プロゲーマーネバセイココロという肩書きも視野に入れて活動していきたいと考えております。その質問についてですが、回答を控えさせていただきます。記憶にございません。というわけで、ロート製薬とデジタルハーツは今後がっちりとタッグを組んで e スポーツ業界を盛り上げていきます。私も広報担当としてガンガン情報発信していきたいと思いますので、皆様応援のほどよろしくお願いします。以上、ロート製薬公式 YouTuber ネバセイココロでした。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。